大型 MS 時代の技術の完成形がコンセプトの機体ガンダム F89。 FF 隊でめちゃくちゃ活躍してる隊長機。予想以上に活躍してて嬉しい。ギデオン生きろ、マジで死ぬな。ガレモソン除いて FF 隊全滅しそうなのがね。ギルも生きてそうじゃない？シャルルの第二次オールズモビル軍にいるんじゃないかって一部では考察されてる。まさかベルフに最後殺されるのかギルよ。それだとまずシャルルと合流した経緯が知りたい。テカディルが乗るような機体ないでしょ。 MSA-0120 ドライブアクティブか。サイファーの MSA-0120 受け継ぐんじゃないかな。最終的に闇落ちだとバッチやサイファーの意思継いで有利、ミノフスキー計画引き継いでるのかなと。やっぱりハーゼリーは流れとは関係ない感じで死ぬのかね。生死ならあと2年後に死ぬ。守りたいこの笑顔。ハウゼリーは WOH3 おさりばんみたいに干末で死んでそう。 F89 もいいけどこの部隊の編成は好きだな。この時代一番頑張ってる部隊って言える。でかいな F89。 玉砂やユニコーン時代の大きさか。普通の18メートルぐらいじゃなかったっけ。画像を見るまでキャノンガンダムが FF 隊いたの忘れてた。リゼルとか20年前の使ってるが過去の可変機とか運用するの効率悪いんじゃないかな。リゼルは SFS 兼ねてるから便利なとこあるんじゃねえかな。推進剤使わないから長期間戦える。 SFS 役がバディ役の MS として活躍してくれる。結論、利点しかない。ジェガンやジム3が現役だから FF のリゼルだいぶ新しい方になるのが。早速死ぬリゼル隊、一機も生き残れる気がしね。アンカーの元の姿。あの正統派の姿からこんな姿に。こっちの角の形からして1号機の角なんだよな。これほぼ原型がない。89を89の姿にきちんと戻せるような人間がもうって感じだし、人材にしても物資にしても。最終的に F97 っぽくなる子。アンカーはなんでパイルバンカー捨てたんです？そりゃキャタピラつけたからね。怒り丸を終えて不要になったから全体的な性能強化。 V3 は装備もだけど最古用の怒り丸最大出力で出せるのがすごい。最初のアンカーはあの時代でも補給面で困らないよう扱いやすくするためのデチューンだから、まあアンカー V3 まで来ると原型よりはるかに高性能な化け物だけど。実は90より強い第5世代機ってのがいいよね。 F90 の技術で大型機作ればそりゃ強いよな。しかも F90 で諦めた機能付きとは。 F89 は4機分はパーツあるんだよね。でも2機しか作ってないと。最初に2機作って6機分の補給パーツを作るも F90 完成直前に追加で4機分作った。背中の乾燥機能が FF 隊でもしっかり使われてるな。3発撃つと本体ごと停止する試作ベスバ。ビーム兵器の類だとオーバーロードで爆発試算しましたとかもありうるから比較的マシな欠陥なんだろうな。
完成したサナリー製のベスバーは大容量のメガコンデンサつけてるからパワーダウンなどが生じた最悪の状況でも機体本体への影響は避けられる点で改良されてるけど、第0120用決戦装備もらえたから89もバリエ増えたよ。やったね。最初は高機動パックとベスバー、そしてアンカーからもらったミノドラくらいしかなかったのに増えたな。決戦装備の謎増加バックパック、今どんだけあるんだ。乾燥装備、高機動またパック、デフォルト高火力装備、失敗作ベスバー、 O タイプの指揮官装備、 U タイプのチャイサー装備、出所不明の謎バックパック装備した決戦装備、 V2 のファントムライト装備、プロペラントタンクの装備もある。ここまで来ると F89 も結構な衣装持ちだね。0120相手にかなり検討してたな F89。 レールキャノン1年戦争時の装備引っ張り出してくるの好き。意外とこの装備使いやすいのかな。タイビーム蒸発式の装甲を砕くのが目的だからな。 F89 って第5世代って設定本当なんだろうか。だったらミノフスキーフライト装備もあるはずなんだが。オギュッセスガンダムみたいに後付けなのかも。 F89 もここに加わるんです。漫画内ではそう言われてるね。 F89 ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いするのだ。